カリカリスティック大学芋を作りたいと思います。1センチぐらいで斜め切りしていきます。これをまた1センチ角ぐらいにこんな感じで、はい、こんな感じ。油を強火でもう温めてください。温まる前に入れちゃいますね。これもパッと、はい、今度は弱火にしていきました。こんな感じ。お砂糖大さじ9杯、蜂蜜大さじ1杯、お醤油小さじ1杯、みりん大さじ1杯。ではここで止めます。さつまいも入れます。お芋さん割れないようにね、しっかりね、黒ごま大さじ1杯分ね。完成です。美味しそうでしょ。このまま食べても美味しいよ。